どうも、こんばんは、NM です。今回は、降り立つ厄災超級を週末ありまでやっていきたいと思います。完全にまた短期でいきたいと思います。週末有馬のメインクイーン系イグザフル覚醒にサブクイーン系ナルカミ フル覚醒です。はい、やっていきましょう。まあ原作を忠実に再現するならここは断罪なんですけどね。さあ始めよう。降り立つ厄災初めあれなんですよね。来た時熟婚しましたね。圧倒金木で、いやあの時は辛かったな。もういいやっていう気持ちでやってましたね。さあ始めよう。あの時メジャーだったのって何ですかね。 SSR 使ってた頃ムカデ復刻来た時は多分にムカデがいたと思うんですけど、復刻来る前は多分日東有馬だったのかな。ちょっと記憶ないですね。あら、2発当たんなかったか。避ける。さあ始めよう。この絵柄のシャチさんっていましたっけ。いないよな、シャチって。レイド用の SSR シャチと、あとほらイベントさんの SSR シャチがいると思うんですよ。多分その他はいなかったんじゃないかな。あー、ここもなんかめんどくさかった記憶。始めよう。ここで使わない方が良かったかな。ちょっとノロにつけに行きましょうかね。そういや結局ノロっていたっけ。 SSR でいたっけな。いなかったんだっけ。忘れちゃった。かっこいい。とんがりコーン。いいよ。いいよ。ここなら当たるな。さあ、ラストステージいきますか。結構てかさ、今年花粉が、じゃ余談なんですけど、今年花粉がやばいらしいですね。いやー、すげえ鼻水が出るんですよ。僕めっちゃ花粉症ひどいんでね。さあ始めよう。いけ。これ避けてましたよね、ルート A では。なんかぴょい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 強強すぎてドン引きなんだけど。強いな。あ、昔これ熟婚したの本当懐かしいな。もう勝てねえからさ、全然ヒーヒー言いながら圧倒金木と頬染めの雛見入れて、あとフレンド何だったんだろう。フレンド何入れてたか分かんないですけど、あの頃のアンテイクパって何だったんだろう、忘れましたね。昔熟婚してね、この厄災袋をね手に入れたっていう、それをしみじみ思いながらやりました。あ、なんかこれこのクエストもう一個違うキャラでいこうかな。なんかはい、違うキャラでいきましょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。